日本の F3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドン日本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。F35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機で、ドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本が、イギリスとイタリアとの3カ国で、次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは、2022年12月初旬でした。その後2023年9月末までで、およそ10ヶ月経過しようとしています。もともと、イギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国で、テンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は、日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし、前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は、従来通り、アメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということは、あくまでも、一つの可能性という見方が大半でした。実際、次世代戦闘機開発は、日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。日本の次世代戦闘機は、F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは、空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは、2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F22 ラプターと F35 ライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが開発中のいわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次官補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそもアメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、 NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、従来のような共同開発に、互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は、別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきた、テンペスト計画への合流でした。イギリスも、現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年というこうした一致が日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。
つまり、スケジュールを中心とした共通点から、相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また、日本とイギリスとは、立地においても、共通点が少なからずあります。両国とも、島国で、四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は、仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし、現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは、少し事情が異なっています。日本は、いわゆる第5世代機の F35 ライトニング 2A 型を、現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対して、イギリスは、F35 ライトニング2の A 型の調達はせず、あくまでも、現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみに、イギリスは、F35 ライトニングには、クイーン・エリザベス級航空母艦の艦載機として、B 型のみを、予算上48機調達している最中で、日本のように、A 型の調達はしていません。イタリアの場合、空軍が、A 型を60機、B 型を15機、海軍は、B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バビー型の調達数を、空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら、日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたと見られています。しかし、スウェーデンは、2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で、NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンが GCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には、新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには、日本が難色を示していると見られているようです。イギリスとイタリアは、日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社は、こうした見方を否定しているそうです。このため、現時点では GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には、完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。
ジンゲイ、潜水艦が3月に就役する中、タイゲイ型潜水艦の全容が徐々に分かってきました。今回は、艦長でさえ、お手上げのタイゲイ型を詳しく見ていきますね。お手上げとは、あまりの高性能でってことです。気になる動きも、台湾初の自国建造潜水艦ハイクンがタイゲイ型潜水艦を超えてるって話もあるんですが、中国海軍が一番危機感を感じているようですね。台湾海峡で中国海軍の潜水艦が密かに沈んでいるかもしれませんね。2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入。大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えない。特にロシア・ウクライナ戦争では陸上戦力による対照戦においてウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害はロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられている。こうした状況下、日本の現状に目を移せば、幸いなことに、周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシア・ウクライナ戦争に容な陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないが、非対称戦の重要度は増しているように感じられる。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち、軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙している。この日本が、仮想敵国と海を挟んで対峙するこという構造自体は、太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるが、経済力を背景に、軍事力の強化を推し進める中国によって、尖閣諸島をはじめとする、南西諸島の防衛の必要性の比重が増している。これを念頭において、日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているが、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだ。ただし、世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いている。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても噴出している。そんな中にあっても、日本の防衛の用と言うべき既存戦力は、やはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に、最新型潜水艦の一番艦であるタイゲイを就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろう。タイゲイ型は、すでに、昨年2023年3月に、2番艦であるはグゲイも就役を果たしており、この今年3月には3番艦であるジンゲイも就役する予定で、今、まさに最終の準備が行われている段階だと言って過言ではない。そして、タイゲイ型は4番艦のライゲイも昨年2023年10月に進水と命名を終えており、こちらも予定通りに計画が推移すれば、2025年3月には潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されている。ちなみに、タイゲイ型の建造費を見てみると、1番艦のタイゲイがおよそ800億円、2番艦ハケゲイがおよそ720億円、3番艦のジンゲイ及び4番艦のライゲイがおよそ700億円と、量産の効果で、若干の低減が見込まれている。しかし、前述したように、世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は大きな課題になる可能性がある。さて、今年2024年の3月終了時点で、タイゲイ型も3番艦のジンゲイが計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は
最新鋭の太平型3隻、前級の総竜型12隻、前々級の親潮型7隻という構成となる。これに加えて、最も古い前々級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、万が一の日本の有事の際には、少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないだろうか。ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇は、すべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、計算上は、最大でも、同時に実戦配備が可能な数は7から8隻とめされる。この稼働数で、日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷、津軽海峡、西は対馬海峡、南は、宮古、大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視している。これら5カ所の海峡を、有事の発生の際には、潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に、仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であるといえ、現状の22隻体制は、これを実施可能な必要最低数だとめされる。かつては、海上自衛隊の潜水艦隊の数は、16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれない。しかし、実際には、第二次世界大戦後に、互いに、ある程度の規模を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもある。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭のイゲイ型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては、世界でも有数の規模を誇る。タイゲイ型は、この船体に、3番艦の人ゲイまでが、川崎重工業社製の 12V25-25SBD ゼル機関を2機、4番艦の新ゲイ以降が同 12V25-31D ゼル機関 ×2機と、リチウムイオン電池と発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用している。これらの機関部によって、タイゲイ型は、最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能とめされており、軍事機密のため、詳細なデータは未公表だが、航続距離は、推定で最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われている。こうした海軍型の性能は、推定値とはいえ、通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や総竜型と比べても、大幅に能力を向上させていると言ってよいだろう。こうした点を捉えて、タイゲイ型であれば従来の前述した5つの海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれる。しかし、個人的には、いかに、タイゲイ型が、リチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が、軒並み30ノット前後の水中速力を、発揮可能な能力を備えていることに、すれば同列には論じられないと感じる。そもそもが、海上自衛隊の護衛艦でも、多くの水上戦闘艦が、最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、タイゲイ型とはいえ、とそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだ。それでも、タイゲイ型は、通常動力型の潜水艦としては、世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに、親潮型総竜型に比して、連続潜航時間が大幅に伸びたことは、
待ち伏せ戦術においても、有効性をさらに高めたと考えられる。最新鋭で、かつ、日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに、対舷型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にある乗組員へのインタビュー等を参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化、デジタル化されていることは間違いない。ことに、前々級の親潮型と比べれば、これまで人力や目視で行っていた運航作業の王の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察される。2023年12月、現在の日本政府を預かる岸田政権は、2024年度の防衛予算案を、これまででの最高額となる7兆9496億円とすることを閣議決定。同年夏の時点で想定された概算要求額よりも、さらに積み増した形となった。現在の日本の防衛予算案は、さらに、今から、前々年の2022年末に、一部の名称変更とともに刷新された、いわゆる安保関連3文書、その中でも、防衛力整備計画に基づいて増加が図られており、厳しい日本の安全保障環境を反映したものと言えよう。現在の岸田政権は、発足時より、その施策として、骨太の政策を掲げ、2023年度から2027年度までの直近5年間の防衛予算を、総額でおよそ43兆円規模に拡大することに着手、2年目にあたる2024年度分も大きく増加させた。この5年間で総額およそ43兆円という防衛予算の規模は、従来まで不分率として日本の政治上で扱われていた対 GDP 比で約 1% を目安とするという目標を倍の約 2% にまで引き上げることを期としている。軍事費を対 GDP 比で約 2% を目安とする指標は、ヨーロッパの NATO 加盟国も目標に置いている数値であり、日本もこれに習ったと見る向きも多いが、単純にこれまでの倍額に相当するというわけでもない。というもの、岸田政権が掲げる防衛予算額を対 GDP 比で 2% とする目標の中には、陸海空の3自衛隊に加えて、海上保安庁の予算も包括したものとなっており、従来の自衛隊のみのものとは単純比較できない側面もある。それでも、太平洋戦争後で最も悪化していると懸念されている日本の周囲の安全保障環境の現実を鑑みれば、増加の方向に舵を切ったことには変わりがなくなく、個人的には一定の評価を受けて叱るべきではないかと感じる。これまでの太平洋戦争後の日本の防衛予算案は、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との冷戦構造が、前者の自然崩壊によって終わりを迎えたことを反映し、明らかな減少基調で推移してきた点は否めない事実であった。それに伴い、多数の日本の防衛関連に従事していた企業が、その分野からの撤退を行っており、正直防衛装備品の供給に関与することは、企業の業績から判断すれば、利幅の薄い、ビジネス面では、利点の少ない分野と言えた。そのため、日本の防衛装備品の供給元として、それでも名を連ねてきた企業の多くは、ビジネス上の採算、利益率は多くとも、売上の2から3% という現実を甘んじて受け入れ、国防を担う責任感から継続をしてきたと見てよいだろう。こうした日本の防衛装備品の業界を支えてきた企業として最も著名であるのは、間違いなく三菱重工業者であると思われるが、キレに次ぐ2番手の規模とシェアを堅持しているのが川崎重工業者である。ただし、防衛装備品に限定せず、企業としての売上規模という観点から見た場合、日本の防衛装備品の供給元企業は、売上高約5兆円の三菱電機社が、首位、2位が、同約 4.2 兆円の三菱重工業者、3位が、約 3.9 兆円のダイキン工業者となっている。続いて、4位が、同 3.7 兆円の富士通、5位が、同約 3.3 兆円の日本電機、6位が、同約 1.7 兆円の川崎重工業者となっており、これに、7位で同約 1.3 兆円の IHI 社、8位が、同約 2.4 千億円の日本製鉄所社、9位が、
同約 2.2 千億円の新名は工業社、10位が、同約 2.1 千億円のヒアブラ社と続く。今回ご紹介したいのは、全体の売上で約 1.7 兆円を計上している川崎重工業者で、同社は、陸上自衛隊向けに、偵察用のオートバイや、回転翼機の CH-47、海上自衛隊向けに、対迎型潜水艦や追潜哨戒機の固定翼機 P-1、航空自衛隊向けに、輸送用の固定翼機 C-2 を供給している。川崎重工業者は、前述した三菱重工業者、IHI 社と並んで、日本の重工業の一角をなす代表的企業の一つであり、民生品の分野では、二輪車、オートバイや水上オートバイ、また、鉄道用の車両の製造等でも、広く、その名を知られている。全くの個人的な余談だが、川崎重工業者の大型オートバイは、トム・クルーズ主演の人気アクション映画、トップガンシリーズでも、主人公の愛車として疾走するシーンが印象的で、戦闘機パイロットの普段の足としての存在感がよく表現されていたと感じる。川崎重工業者の起こりは、古く、1878年の川崎築地造船所の設立まで遡り、鹿児島の出身の川崎正造が、当時の薩摩藩の御用商であった山木屋への勤務を経て、大阪で船舶を用いた貿易商として起業したことに端を発する。以後、造船業から、鉄道の機関車や旅客車の製造に乗り出し、航空機の製造技場にまで業用を拡張、現在に続く川崎重工業者としての基礎を築き、太平洋戦争を挟んで日本を代表する重工業企業として今日に至っている。現在の川崎重工業者は事業部門制度を敷いており、同社ホームページ上の記載によれば、川崎車両株式会社が鉄道車両製造を手掛け、日本の神戸のみならずアメリカにも、2カ所に工場を構え、日本における同分野のリーディングカンパニーとなっている。続く事業部門として航空宇宙システムカンパニーがあり、ここでは、前述した自衛隊向けに、対潜哨戒機の固定翼機 P-1、輸送用の固定翼機 C-2 等の製造を担うほか、日本における回転翼機のシェアでも、首位の地位を占めている。この航空宇宙システムカンパニーでは、完成品としての各種の固定翼機、回転翼機の製造に止まらず、民間の旅客機用のターボファンエンジンや回転翼機用のターボシャフトエンジンの製造も手掛けている。次に、エネルギーソリューション&マリンカンパニーという事業部門は、エネルギー、プラント、専用推進、船舶海洋という4つのディビジョンから構成され、船舶海洋ディビジョンにおいて潜水艦建造を担当している。そして、川崎モータース株式会社が、同社内で唯一となる一般ユーザーへの製品の提供を行っている事業部門であり、主として、オートバイ等の二輪車や、レジャー用途の四輪のバギー等の製造を行っている。最後の事業部が精密機械ロボットカンパニーであり、ここでは、建設機器、産業機器、及び船舶用の油圧機器である、ポンプやモーター等や、これらを一体化させた装置を製造。また、各種の生産工場向けに、各種の産業用ロボットを提供している。川崎重工業者では、2023年度の第3四半期までの累計においては、パワースポーツ&エンジン事業が約 33%、航空宇宙システムとエネルギーソリューション&マリン事業が約 19%、精密機械・ロボット事業が約 13%、車両事業が約 11% の売り上げを占めている。日本の防衛装備品の調達価格で見た場合、最新鋭の対迎型潜水艦の2番艦で、2023年3月に収益を果たした枠芸は、1隻でおよそ720億円、対潜哨戒機の固定翼機 P-1 は、一機で、およそ150億円と、決して安価ではない。しかし、川崎重工業者の企業としての売上の内訳を見ると、枠芸を含むエネルギーソリューション&マリン事業や P-1 を含む航空宇宙システム事業よりも、オートバイを中心とするパワースポーツ&エンジン事業に比重が大きいことがわかる。冒頭で述べたように、日本の防衛予算案は、
昨今の安全保障環境の悪化を反映して増額基調に変化しているが、例えば、川崎重工業者の P1 などは、無人航空機による任務の一部移管も加わり、2023年度予算までの累計調達数は、45機と減少傾向にある。川崎重工業者では、現在の防衛予算案の総額の拡大を受け、防衛装備品としての自社の売上規模も拡大する予測を行っているが、額面のみならず、採算上からも、現行の2から 3% という水準が、予測通りの 10% ほどに上昇することを願ってやまない。防衛装備庁が将来の電子戦に向けて、実はスタンドオフ電子戦機の開発を2023年8月から開始していた。今回は固定翼の C2 輸送機をベースに開発する次世代電子戦機を詳しく見ていきましょう。敵の通信を妨害し、レーダー施設を無効にすることで航空任務を支える電子戦機が岐阜基地への配備が計画されています。輸出の計画もあるものの、公明党からは強い反対の声が上がっています。2023年8月から防衛装備庁では将来の電子戦において有効的なスタンドオフ電子戦機というものの開発に着手していた。このスタンドオフ電子戦機とは妨害対象の脅威の対処可能とされる地域の圏外から強力な電波を発信することによる敵電波の妨害、かつレーダー施設などを無力化することによって、自衛隊の航空作戦の遂行を有利にする航空機のことである。現在の航空自衛隊では、電子戦訓練用として、中型輸送機 DC-1 やターボプロップの YS-11EA といった輸送機をベースにした電子戦機を運用している。これらの電子戦機の機体には、突出したアンテナフェアリングが複数個装着されていて、EC-1 の場合は、機種にも装着されている姿から、ファンの間では、カモノハシ君と呼ばれているようだ。現時点で、電子戦機は、埼玉県の入間基地を拠点として運用されているが、訓練用でさえも、その任務の秘匿性が極めて高く、装備や任務に関しては、一切公表されていません。そもそも、電子戦機とは、現代の電子戦を重視して設計、装備された航空機のことを指し、その開発には、高度な電子情報技術の集積が必要となるため、先進国の中でも一部しか保有していない状況だ。それらの国の中でも、やはり、アメリカが、その開発と配備において非常に充実しており、その理由としては、軍事用電子機器の大半がアメリカ製であることが挙げられていて、自国の軍事的優位を世界的に維持するためである。現在の電子戦における、電子攻撃 EA、ECM、電子防護 EP、ECCM、電子戦支援 ES、ESM の3領域のうち、電子防護は、レーダー基地などにおけるソフトウェア的な対策がメインとなっている。それがゆえに、ハードウェアとしての電子戦機は、電子攻撃あるいは電子戦支援を目的として装備されることが多く、電子攻撃を重視する機体に関しては、電子対抗手段、ECM を主とする電子妨害機と、対電波放射源兵器、ARW を主とする敵防空網制圧機、SEAD が存在する。電子戦支援を重視する機体を、通称、電子偵察機と呼ばれるが、作戦指揮官のための電子戦支援だけでなく、情報活動の分野に属する通称、サイジエントとされる通信、電磁波、信号など、
主として傍受を利用した諜報、諜報活動にも運用されている。その他にも、味方のレーダーへ、意図的に妨害をかけて、訓練時の電子戦環境を演出する、電子戦訓練機も存在していて、これらの機体を自衛隊が運用しているようだ。また、電子戦機は、航空自衛隊と同様に、輸送機などの大型機を改造したものが大半であるが、戦闘機の行動に随伴できるエスコートジャマーと呼ばれる電子戦機もある。2022年2月24日から開始されたロシアによるウクライナ侵略戦争においても、対ドローン対策などで電子戦が重要視されている中、近年においては、専任の電子戦機以外の航空機にも、必要最小限の電子戦用機器が搭載されることが多くなった。その中でも、特に、敵の弾道ミサイル発射などを早期に察知する早期警戒管制機 AWACS などは、強力な電子戦能力を備えており、その他にも、日本でいうところの P3C や P1 などの対戦哨戒機にも、電子戦支援が重要視されている。実は、それ以外の戦闘機にも、自衛用のレーダー警報受信機 RWR が代替搭載されており、ミサイル攻撃から自己防衛するための ECM 装備である電波妨害装置などにおいても、内蔵型や外装型など様々な機種となって運用されている。この度、防衛省が計画しているのは、航空自衛隊で現有している C2 輸送機をベースとした電子戦機であり、そのための開発費として、2023年度予算において83億円が計上されていた。当初のイメージ図を見返すと、機首に大きなアンテナフェアリングが取り付けられていて、EC1 と同じく、カモノハシのようなくちばしを持つ航空機で、この C2 輸送機改良型の電子戦機に搭載される各種装置は、すでに、2020年から開発が始まっており、今後は、それらの実装試験が加速化していくでしょう。今のところ、防衛省では、C2 輸送機改良型のスタンドオフ電子戦機を4機調達する予定で、それらを配備、運用する岐阜基地に、新たな専門飛行隊を編成するものとみられている。スタンドオフ電子戦機の母体となる C2 輸送機は、防衛装備庁と川崎重工業が、C1 輸送機の後継機種として開発を進めた機体であり、2016年6月から運用が開始されていて、現在までに14機が配備されている。その諸舷は、操縦士2名、ロードマスター1名の必須乗務員のほか、補助席に2から5名と貨物室に110名を搭乗させることが可能である。すでに入間基地へと配備されている C2 輸送機の試作2号機を改良した電波情報収集型 RC2 に関しては、現在運用されている4機の YS11EB 電子測定エリント機の後継機種として、開発が逐次進められているものであり、これらには、防衛装備庁が開発している最新型の将来電子測定機搭載システム ALR-X が採用されることになっている。スタンドオフ電子戦機に関する事業として達成すべき3つの目標が掲げられており、それが、データリンク妨害技術の確立、マルチ電子戦プラットフォーム技術の確立、開発コストの低減である。これまでに防衛装備庁で進められていた技術研究関連事業の戦術データリンク妨害用送受信技術の研究、戦闘機搭載型電子妨害装置 JAL95ECM 装置、磁気機上電波測定装置などがあり、これらの成果が日本の防衛に大きく貢献されるものとみて間違いないでしょう。当然、これら電子戦機は国際的に見ても極めて秘匿性の高い装備品であり、防衛省が目指している性能を満たすことができる海外の先端的同等装備品が導入できるかどうかについても非常に困難であるとされており、それと同時に、電磁波領域は近年のあらゆる戦場において戦略、戦術面で最も重要視されていることも鑑みて、防衛省では自前による開発を実施することが決定された。ただし、3つの目標のうちの開発コストの低減に関して言うと、その対策として、2014年の第2次安倍改造内閣による武器輸出3原則から防衛装備移転3原則へ移行したことによって、
諸外国への売り込みと軍事経済成長が図られていた。2016年に川崎重工業では C2 の海外輸出を目指すプロジェクトとして営業や設計に精通するエンジニアたち約20人で構成される大型機輸出プロジェクトチームを立ち上げて諸外国政府の需要調査などを積極的に進めており、中東のアラブ首長国連邦、UAE や西側諸国のニュージーランドなど複数の国が関心を示しているものの、その価格の高さから輸出は難しいと言われている。その中でも、政府は UAE を重要かつ大きなパートナー輸出対象国とみて、同国空軍の要人を招いて試乗させるなどのほか、同国で開催された航空ショーに C2 を派遣するなど売り込みをかけていたものの、2023年1月に UAE 政府は韓国に対して総額300億ドル日本円で約4兆5000億円にも及ぶ投資を行うことを発表し、その中に韓国の次世代輸送機 MCX 開発計画が含まれていることが明示されていた。このことをきっかけにして UAE が調達コストの高い C2 輸送機の導入を諦め、個人的には気がかりな韓国と MCX を共同開発することでコストを下げようとしているのではないかという見方が世間では広がっている。2023年12月中旬、アメリカ海兵隊の所属で山口県の岩国基地を駐基地としている F-35 ライトニング 2B 型の2機が宮崎県の小湯郡新富町に所在する航空自衛隊のニュータバル航空基地で離着陸を実施したことが報じられていた。アメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型といえば、第1回目の航空母艦化改修を終えた後の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦への離着陸テストを実施したことでも知られており、同機の日本への導入に貢献を果たしている。ただし、こうした出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用するためのテストには、協力を仰ぐためにアメリカ軍に12億円以上の費用が技術的な支援費用として投じられており、予算化されている。そのため、今回のニュータバル航空基地へのアメリカ海兵隊所属の F-35 ライトニング 2B 型の離着陸に関しても、単なる日米での同期運用に際しての連携というだけでなく、契約としての対価を伴う行為であることは想像に難くない。そうした中で、日本の防衛省は、南西諸島方面の防衛力の強化の一環として、沖縄県のうるま市に、訓練場の整備を進めることの現地説明会を実施し、ここでも、その説明用の資料の中で、F-35 ライトニング 2B 型についての記述が確認された。その資料によれば、今年2024年度から、10機の配備が開始される航空自衛隊用の F-35 ライトニング 2B 型について、前述の宮崎県の小湯郡新富町のニュータバル航空基地に、同機の飛行隊を新規に配備する計画が記述されていた。日本の航空自衛隊では、2024年2月の現時点で、この短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を合計で42機、通常の滑走路で運用される空軍型の同 A 型を、105機の総合計で、147機の調達を計画している。日本を含むアメリカの軍事同盟締結国、並びに、友好国が物理的に入手可能な、いわゆる第5世代戦闘機は、これら、ロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2に限定されるため、採用国は、増加の一途をたどっている。そんな状況下、今回の防衛省の資料によれば、航空自衛隊が調達する F-35 ライトニング 2B 型は、宮崎県の小湯郡新富町のニュータバル航空基地に2個飛行隊を新設して駐機させる計画であると記述されている状況だ。現時点での故障としては、宮崎県の小湯郡新富町のニュータバル航空基地に配備される F-35 ライトニング 2B 型の飛行隊は、仮の名称として、臨時 F-35B 飛行隊とされているが、新設される2個飛行隊に42機全機を組み込む模様である。いよいよ、今年2024年度から、宮崎県の小湯郡新富町のニュータバル航空基地に配備される予定の F-35 ライトニング 2B 型だが、防衛予算上では、
2020年度分から計上が行われており、すでに今年で5年目を迎える計算である。まず、航空自衛隊のこれまでの F-35 ライトニング 2B 型の取得予算の計上は、初年の2020年度が、6機を793億円、1機平均約132億円、2021年度が、2機を259億円、1機平均約130億円、2022年度が、4機を510億円、1機平均約127億円となっていた。同様に続く2023年度が、これまでで、最大の8機を、1435億円、1機約180億円、そして今年度の2024年度分が、7機で、1256億円、1機平均約180億円となっており、この5年分の累計で、27機が、4253億円、1機平均157億円で計上されている。さすがに F-35 ライトニング 2B 型は、同期のシリーズの中でも、短距離離陸、垂直着陸が可能という特殊な機構を備えることから、調達単価も高額で、通常の滑走路で運用される空軍型の A 型に比しても、2割以上は高価だと感じられる。そうした特異な特徴を備えた F-35 ライトニング 2B 型だけに、導入国は、本国のアメリカと日本以外には、現時点では、イギリス、イタリア、シンガポールといったごく少数の国々に限定されており、韓国が続く可能性がある程度であろう。日本では前述したように、この F-35 ライトニング 2B 型は、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦に航空母艦化改装を施して艦載機として運用する計画であるが、シンガポールを除けば、すべての国が、そうした運用を行っている。アメリカであれば、海軍が保有する教習揚陸艦の艦載機の一部として運用されており、現時点では、ワスプ級7隻、アメリカ級2隻の合計9隻の同艦の艦載機として、同様の用途の全モデルとも言うべく、機 AV-8B ハリアー2との併用が、今しばらく継続される予定だ。アメリカ軍でも、これらワスプ級やアメリカ級の教習揚陸艦そのものは、海軍が保有、運用を行っており、艦載機である F-35 ライトニング 2B 型は海兵隊の所属であり、以前より、この2組織による共同運用が行われている。イギリスの場合、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするのは、2隻が就役しているクイーン・エリザベス級航空母艦であり、こちらもまた、艦艇は海軍が、艦載機は空軍が運用するという体制を敷いている状況である。イタリアでは、軽空母であるカブールが F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用しているが、こちらは、現時点では、世界で、唯一、艦艇、航空機ともに、海軍の所属で運用されており、今後は、2024年に、就役の強襲揚陸艦のトリエステでも運用される可能性がある。F-35 ライトニング 2B 型の採用国で、最も異例な存在といえるのがシンガポールであり、もともとは、現行の F-16C-D を代替する目的で、2019年に A 型の調達が計画されていたが、翌2020年には、これを B 型に変更することとなった。シンガポールは、航空母艦や強襲揚陸艦等は保有、運用していないが、狭小な国土ゆえに短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を陸上から運用することで、航空戦力の柔軟な展開を目指す狙いがあると見されている。このシンガポールにおける F-35 ライトニング 2B の運用のコンセプトは、同様に国土が狭小であり、さらに、周囲を敵国やイスラム武装組織に囲まれたイスラエルでも検討されているとされ、今後実施される可能性もありそうだ。イスラエルは、2023年10月以降、パレスチナのガザ地区におけるイスラム武装勢力のハマスの殲滅に乗り出しているが、今回のようなそれらの武装組織からのロケット弾頭による攻撃を見るに、F-35 ライトニング 2B 型の調達が現実味を帯びるかもしれない。キレでなくとも、イスラエルは、今回の事態に遭遇し、
A 型の自国専用バージョンである F-35I を実戦投入しており、言い方は悪いが、アメリカからしてみれば、その実力と効果を試す格好の機会と捉えている感も拭えない。さて、日本の航空自衛隊の F-35 ライトニング 2B 型の運用の件に話を戻せば、配属先となる宮崎県の固有郡新富町のニュータバル航空基地は、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦加賀の母港である広島の呉へのアクセスにも優れた立地だろう。また現在進行形で開発が進む鹿児島県の馬毛島とも四国の間にあるといえ、南西諸島方面の防衛の強化に向けては非常に適切な配備先と言えるのではないかと個人的には考えている。日本国内の一部からは今後航空自衛隊への F-35 ライトニング 2B 型の配備が今年2024年度から開始されるにあたって、いずれは航空母艦化改修を終えた出雲型を運用する海上自衛隊に所属が移管される可能性を指摘する声も聞かれる。しかし、これまでにも紹介してきたように、イタリアの例を除けば、本国のアメリカ、イギリスともに、艦艇と航空機は、軍内部の別組織の所属で実施されており、日本も、同様の手法を取ることに、大きな問題が生じるとは考えにくいだろう。鹿児島県の種子島の西方に位置する馬毛島、自衛隊が使用する基地及び在日アメリカ軍の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地として、整備が悪魔的との情報をキャッチしました。今回は馬毛島の現在と馬毛島の役割を詳しく見ていきます。中国的にはやっぱり嫌だろうなと感じていますし、こんなに早く建設できるのかと考えてしまいます。出雲や加賀にアメリカ原子力空母が入港本格始動となると、中国にとってはとても厄介でしょうね。鹿児島県の西之表市に行政区分上では所属する離島である馬毛島は、昨年2023年1月に自衛隊が使用する基地設備の工事が開始されており、この2024年3月には、すでに1年と2ヶ月目時間が経過した状態となっている。馬毛島は、地理的には、同じ、鹿児島県下で、日本に、初めて鉄砲が伝来したことでも、著名な種子島の西の沖合の東シナ海上 12km ほどの場所に位置し、その総面積は 8.2 平方キロメートルの小島だと言える。この馬毛島は、現在のように自衛隊が使用する基地設備を置くために、2019年1月に日本政府がおよそ160億円を拠出して買収を行ったが、それ以前は民間のタストンエアポート社という企業が投資目的で所有していた経緯を持つ。その当時の日本政府とこのタストンエアポート社との馬毛島をめぐる買収の交渉は、同社内の内紛や経営状況の悪化などの要因も絡み、二転三転したが、2019年末には、なんとか前日の金額で、交渉がまとまり現在を迎えている。そもそも、馬毛島の日本政府の購入額となったおよそ160億円という金額についても、それ以前に算定された際には、およそ45億円ほどが適正値であるとの報告がなされたこともあり、その金額の乖離に、批判の声もなくはなかった。しかし、日本政府としては、自衛隊が使用する基地を馬毛島に整備することは非常に重要で、かつ喫緊の政治課題となっていた側面があり、およそ45億円ほどとされた算定額に上乗せをしてでも早期に買収し工事を行う必要に迫られていた。
というのも、馬毛島に自衛隊が使用する基地設備を行うことは、1991年8月以降、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機が、東京都下の小笠原諸島の洋島で実施中の陸上空母離着陸訓練 FCLP を、もっと、日本の本土に近い位置に移すことが求められていたためである。陸上空母離着陸訓練 FCLP とは、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の運用にあたって必ず必要となる訓練であり、航空母艦自体が整備等の理由で港に入った際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するために必須となっている。アメリカ海軍が保有、運用を行っている大型の原子力航空母艦は、2024年時点でも11隻を数え、その大きさも全長で300メートル。排水量で10万トンを超過する巨艦ではあるが、艦載機の離発着には高度な技量が求められる。これらアメリカ海軍の航空母艦艦載機の搭乗者には、夜間も含めた終日の離発着を確実に履行する技量が欠かせないため、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、航空母艦が入港している際に、陸上の滑走路を、その代替として離発着を反復して行うものである。具体的に2024年時点で言えば、神奈川県の横須賀を母港とするミニッツ級原子力航空母艦の9番艦ロナルド・レーガンが、同港に入港した際に、陸上空母離着陸訓練 FCLP を行う必要があり、日本の防衛においても、その実施場所の確保が最優先事項と言えよう。当然のことであるが、日本に配備されるアメリカ海軍の航空母艦そのものは時代とともに変化するが、神奈川県の横須賀を母港とすることは変わらず、その入港時には、艦載機は、地理的に近い神奈川県の厚木基地を駐機場として使用していた。そして、その厚木基地から2001年まで、陸上空母離着陸訓練 FCLP は、青森県の三沢基地及び山口県の岩国基地に出向いて実施され、並行して、1982年からは、厚木基地、翌1983年からは、東京都の横田基地でも実施されるようになっていた。しかし、やはり、三沢基地及び岩国基地は、駐機場である神奈川県の厚木基地からは、非常に離れているため、訓練の効率上から実施場所から外され、比較的に距離的には近い横田基地も含め、2021年度以後は、厚木基地のみでの実施に切り替えられる。ちょうど、この時期、アメリカ海軍の航空母艦艦載機の主力戦闘機は、可変翼や映画トップガンでもよく知られる F-14 トムキャットから、F-A18 ホーネットへと移行されたが、この変更も、陸上空母離着陸訓練 FCLP に大きな影響をもたらした。F-14 トムキャットと比較した場合、代替機となった FA-18 ホーネットの方が機関部から発生する騒音が格段に大きく、本国のアメリカでは、バージニア州にあるバージニアビーチのオシアナ海軍航空基地の周辺住民らから、抗議活動並びに裁判にまで発展する。事態を重く見たアメリカ海軍側は、オシアナ海軍航空基地において、FA-18 ホーネットを用いた陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施することを断念し、代替する訓練場所を設けることで、その騒音問題を鎮めることを余儀なくされた。こうした本国アメリカでの陸上空母離着陸訓練 FCLP をめぐる騒音問題が顕在化したことで、日本においても厚木基地で実施されている同訓練の継続に対して、批判の声が大きくなり、前述したように、1991年8月以降は、小笠原諸島の洋島に、その部隊は移される。ただし、厚木基地から洋島までは、直線距離で、およそ 1000km もの距離があるため、アメリカ海軍側としては、陸上空母離着陸訓練 FCLP を実施する際に、対象搭乗者の負担の増加や、時間、燃料等の負担の増加を強いられることとなった。こうした状況から、日米の両政府は、日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所についての協議を重ね、2003年には、広島県下の瀬戸内海に浮かぶ無人島大黒上島に滑走路を整備し、その代替地とする案が浮上する。しかし、この大黒上島の代替地案も、地元住民をはじめとする、
猛烈な反対に遭遇し、同党を管轄し、その計画を打ち出した沖見町町長が辞任に追い込まれる事態に発展。日本における陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所の変更には至らなかった。こうした状況と並行しつつ、在日アメリカ軍の中では部隊の再編が進められることとなり、横須賀基地に航空母艦が入港した際の艦載機の駐機場所は広島県の岩国基地とすることが決定。2017年8月以後、段階的にその移管が行われた。この体制が完了した翌2018年3月以後は、横須賀基地に航空母艦が入港した際には、その艦載機は、岩国基地へ駐機することとなり。陸上空母離着陸訓練 FCLP の実施場所は、引き続き硫黄島が当てられ、三沢、横田、厚木、岩国の4基地は、非常時のみの使用とされた。しかし、岩国基地から硫黄島までも距離的に離れている状況には、厚木基地からと比べても大差がなかったため、陸上空母離着陸訓練 FCLP の効率的な運用という観点から、問題の解決には至らず、ここに馬毛島が浮上することとなった。岩国基地から馬毛島までの距離は、およそ 400km ほどと、硫黄島までと比較した場合、3分の1以下となるため、アメリカ海軍が抱えていた陸上空母離着陸訓練、FCLP の人的、時間的、距離的な問題をすべて低減させることは明白だった。そのため、一部から根強い反対活動はあったものの、前述したように、なんとか、日本政府が、馬毛島の買収交渉をまとめ上げ、旧所有者のダストンエアポート社の関係者を除けば、事実上の無人島であった同島の活用は合理的な選択だと思える。日本の防衛省は、2023年度の補正予算内に、馬毛島の整備に、2684億円の経費を計上。陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地及び自衛隊が使用する基地の建設を本格化させ、必要な設備の整備に注力を行っている。馬毛島は、在日アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上空母離着陸訓練 FCLP の代替地となるだけに止まらず、今年2024年から取得が始まる航空自衛隊の出雲片護衛艦の艦載機となる F35 ライトニング 2B 型の発着艦訓練の拠点としても活用される予定である。中国軍による南西諸島方面への軍事的な圧力が増している現在、その防衛における役割の重要度も比例して増加しており、馬毛島の位置する地理的な位置は、それらの課題に対する備えとしても、大きな意義を持つだろう。